基本的には全身全霊ギリシャできないんですけど、ローはちょっと、うん。まあ、あの人にね、教わったらね、エロくなるのも仕方ない。うん。それは目覚めちゃうわ、最初から。6歳の時だもんね、だってね。6歳から目覚めちゃうわ、それは。ローが放った技こそ、ドゥーダの奥義、グランドクロス。なるほどね。あの技は神話の時代、ルーシャ領主の仲間の一人、ウラノスによって編み出された技。はいはい。あなたに教える技は、グランドクロスにも引けを取らない大技。覇王山。覇王の、その、覇気が持ってるの、私ね。ローシュが初代大使、天神との修行で編み出した空前絶後。空前絶後のなるほど、わしがウラノス様の技を覚えよう。あ、確かにそうだね。友の、友になろう、それじゃあね。ローシュ以外には誰も、あ、マジで。もう勇者だか、私はね。うん。あー、はいはい。いけるいける。どっちだろうね、これね。いや、やっぱちょっと私にはまだ早いんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうか、その辺。いいよいいよ、カモンカモン、うん。あ、はい、わかりました。お尻割りたくないんでね。じゃあ、はーい、うん、はい、お願いします。自身の魔力を刃の形にして放つ。おう、手を前に出して剣をイメージして。はい、わかりました。ジョギーン。え、そんな一発でできたの、やばくない。あら、できちゃった。おや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 、天才。あー、さすがにね、さすがにそこまではできないね。うん、でもなんか見えた今日ね、すごくない。うん、早すぎる、ね、早い早い。あ、そうなの。あ、完全もうあれだ、カリン様だ。カリン様じゃなくてなんだっけ、占いババだね。うん、さっきオーギーを教え、お前オブダジャワジャジャ、せやな。ユゴノアオーギーは血を引く者同士の戦い。こいつはめねえ、見物だね。え、これ普通、私全身全霊儀しかできないですけど、ミニゲームとか始まるのかな、これ。どうなんだろう、ちょっと話聞かせてて。あ、待って、まだ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 、チースチース、うん。せやな。はい、わかりました。じゃあ、準備できました。あって、準備、いや、もう家が最初なんだけど、準備できましたよ。初めて戦うのか。いや、2回目だよね、言うて。戦ったもんね、1回ね。お？おぉ。あら、セクシーな。おぉ。力がみなぎるーって。お？おぉ？おぉ。おー、パワーがみなぎる。若き日の力をとても、若い頃の方が強かったんだね。大使にも勝てそう。全力のグランドクロス。あ、はい。わかりました。わかっちゃいかん。合点承知。キャラが変わっとるが。あんたはローの猛攻に返す隙間をつけながら覇王山を。はい、わかりました。という繰り返すうちに覇王山はどのよう。あ、はーい。わかりましたよ。何回かに一回めっちゃ強い攻撃が来るもんで、それをガードしつつってことだよ、つまりはね、多分。とりあえず命令させろ、戦う次の攻撃で精神と、あ、でもね、これで、早いな、おい、ガードする間もなかったんだが、100しか食らわなかったね。じゃあ別に的な感じか。じゃあまあとりあえず、あ、覇王山あるわ。覇王山1回目、覇王山16。あ、影も作れるんだ。3人もいるんですけど、ギガブレード一発じゃあやっておきますか。ギガブレードで影を消しときましょう。あ、ドゴーン。オッケー、影を消しといて、で次の攻撃に備えはないね。11。あ、来た来た、よかったよかった。それ覇王、覇王に来なければ大丈夫だね。ブレードガードよりも普通にガードした方がいいのかな。防御しときますか。バーギャ、これでドーンってくるけども、80食らっとりますが、結構食らっとるな。てか、しかも、私、回復魔法持ってないじゃん。薬草使わんとかあんの、じゃあ。私、回復魔法、ベホイムとかどうなった？ああ、横にあったわ。ベホイムしといて、びっくりした。なんでないのってなっちゃった、今。よし。で、これは大丈夫。これも大丈夫。次に2連続来そうな感じするけど、来ても大丈夫だからね。じゃあ、2回目の、覇王山。ドーン !32! あ、倍々になっていくのに、次64だよ、それじゃあね。増やして、で、これで、これはギガブレードで倒しておきましょう。ギガブレード、あ、ドーン、オッケー。さあ、そしてどの攻撃が痛くない。もう一回、あ、次がこれ来るもんで、100いくつかだもんでさ、ワンチャンブレードカードの上かな、やめとこうかな。どうしよう、呪文、スカラ、スクルトないもんね。じゃあまあ、
素直に防御しますか。防御、なんかゾーン入りましたけど、わー、でも80だったわ。ガードしたら絶対80なんだ。それじゃあ、なるほどね。じゃあベルフォイムで回復させて、ウィーンと、で痛くない。あ、ちょっと痛い、ゾーン入ってるからか、ちょっと痛いからの私の覇王山、次64ダメージだね。多分あと2回じゃないかな、256でいけると思う。512までいかないでしょ多分。ドーン、あれたまたまかたまたまでしたね。うい、影作り出して、マジでその連続はずるいんじゃないかい。ちょっとそれはどうなんだい。まあいいや、じゃあまあギガブレードで影を倒す。ドーン倒しといて、さすがに言うてそんな食らわないでしょ、言うて160ぐらいでしょ言っても。ドーン、分かんなかった、見えなかった。まずは回復。あ、ゾーン入ったね、素晴らしいね。まずは回復でいいよね。まずは回復しといて、ベーホイム、うん、これさ覇王山ゼロなんだけどさ、これ実際あの覚えた後でもゼロなのかな。だとしたら最強すぎるよね、多分違うよね。覇王山未完成、あと2回だと思うけど、覇王山ドーン150、いいね。次が300で終わりかな多分。よーし、じゃあ完成した覇王山いきます。完成覇王山、いけー、ドーン。あ、なんかあっけない感じやっつけたぞ、やったー。2000、いいね。私だけ強くなっていく。生きてるろ、私とどめ刺したとかない、大丈夫、よくやった、せやろ。うん、あ、いいね、ちゃんと試食できたんだね。魔力はいくつ使うんだろう、 MP ね。ゼロだったらいいな、さすがないと思う今日ね。あの光の杖の強さはあんたのここの強さ。あ、はい、わかりました。そうすればあんたはどんなこんな今立ち回ってる。あ、はい、わかりました。ローがもうかわいそうな方だからね。奥義を覚えたわしを倒すとは、せやな。うん、奥義そんな強くなかったよ言うて、最終号から逃げずによく頑張った。うん、ありがとう。え、こんなとこまで魔王くんの、やばくないそれ。なんだこれ、イカ、タコ見つけたぞ、見つかっちゃった。魔王だね、ウルノーガー、魔王ウルノーガー、死滅した世界で這いずまう虫キラどもよ、ここで滅ぼしてくれ。え、ニマ大使消えちゃうじゃんこの流れ、わしの力を使ってってなっちゃうじゃんこれ。あー、今のうちにってなっちゃうじゃんこれ。冥府まで来れるとかすごいなマジで。教えたことがまだ残ってるのに忌々しいやつだ。でもこの後は仕方ないね、この場であなたたちに最終奥義を。メガンテか、もしかしてこういうの食うのメガンテなんだけど、基本的に老子とウラノスが協力して話す合体技。あ、なるほどね、そういうのがあるんだね。なんだ、1個が覇王山で1個がグランドクォーツだから、グランドクォーツと覇王が重なるもんで、覇王十字切りみたいな感じ。うん、目の土産、あら、まさに目の土産だもんね。冥府の土産だけど、どっちかっていうとね。魔王もって結構怖がりだね。うん。あたりのチャン、かけおにチャンスさん、チャンスは一応切り。はい。ありったけの、ありったけの力を、うん、空に打ち上げて、グランド、グランド、クロス。あれはいらないんだね、下のやつ。からの、覇王山。これはつまりはあれか、ゾーン技か、ゾーンの合体技。名前は何ですか、かっけーぞ。これで死んじゃってもいいんじゃないぐらいのかっこよさあるぞこれ。おお、真の最終奥義、名前はグランドネビュラグランドの方だったね、ネビュラだって。どういう意味だろう、ネビュラってね。おお、すげー、ドラゴンボールっぽーい、強い。これはでも魔王の化身だと思うからね、これ倒しても別にそんな的な感じか。おお、ニマ大使は消えないんだ、それじゃあよかったよかった。でこれで現代に戻ってくると、いやーすごい技を手に入れたね私ね。ただいま、ローはどんな感じなのかな。持ってきました、ローの体はどうなってる。チースチース、なんかカメラみたいになってる。体は垂直してる。あ、うん、お願いします。昨日の中意識を失った双葉はニマ大使が最後の力を振り絞り魔王の目をくらませる夢を見た。夢を見たそして夜が明けた、リセット。
はあ、おはようございます。今回はシルビアじゃなくグレグがね起こしてくれましたね。笑顔、目が覚めた。うん、何よりでしょ。父様は先に目覚められて一足先に外に出てる。あ、はい、わかりました。さあ、呪文ではないか、特技覇王山 MP24 使うね。全身全霊切りは16。24使うんだね。あ、でも敵全体だって。空前絶後ですね、完全。素晴らしい。チスチス。うん、おはようございます。心配した。うん。てか、やっぱ、今回、ロー仲間だったから、一人ずつ仲間だって的な感じなんだね。この後、じゃあ、6、覇王が一人来そうな感じするけど、そんなことないのかな。一人ずつ仲間になって、一人ずつ覇王を倒していく的な、そんな感じじゃないかなと思うんだけどね。違うのかね。さあ、やっぱり元戻ってるね。うん。どうやって元戻ったのそれね。どういうこと？なんでなんで？なんでだい？うん。一時は骨と皮だった。うん。なんで戻ったの？飯吸えばすぐ元通り。やっぱりなんだ。話は聞いてます。メイクで。うん、そうだよ。すごかったよ。ルーシャマンの技を覚えただけでなく、データの発生機もそうだよ。すごいでしょ？ね。あっちの世界にいる間は双葉から世話、あ、そうだね。うん。例には思いません。うん。そうだね。それは間違いない。ブレイがすごかったからね。忍者グレイ顔を上げ、そなたも運命に翻弄された哀れな男。せやな。哀れな男呼ばわりしちゃった。ロウさん、我々これからどうすれば、ねえ、どうすればいいの次、どこ行くの？ソルティコ行くの？うん。神の乗り物で空を飛び。ドラゴンか、もしかして。ついにドラゴン登るのかな、これ。何ですか、それは。絨毯、それとも、どっちだろう。うん。なになに、それ。うん。せやな。多分みんな生きてると間違いないと思うけどね。はい。ラムダオに行く。あ、はい、わかりました。ほー、行こう行こう。ローが再び仲間に加わった。ローのスキルパネルが新たに解放された。やったー。ローもスキルのリセットできるからね。ローは特技グランドクロスと双葉との連携技グランドネビュラが使いになった。強い。うん。はいはい。お願いします。特別授業を用意しました。はい。あ、はい、わかりました。何それ。ちょっと一回行ってみるだけ行ってみようかな。特別な修行たるものを。ニマ大使のマナ弟子。やったー。そして、スキルパネル、ロー、めちゃくちゃ。え、なんか増えてる気がする、確かに。気のせい、悟りはやったか。気のせいかもしんない。悟り全部やっとくか、ちょっと。ここなんだろうね。最大 MP を上げて、ここが開かれる。これ何ですか？ゾーン効果アップ。なるほどな。これ開く？開かないか。こっちは？こっちは素早さが上がる。こっちもちょっと見てみようか、それじゃあね。こっちは何ですか？よいしょ。さあ、なんだ？ゾーン、どっちに。基本ゾーンなんだ、ここら辺。了解了解。よし、それじゃあ一回だけちょっとね、修行してみようかな。どういう感じで修行できんのかね。やってみよう、やってみよう。もしかしたら、ものすんごくいいものが手に入るかもしれないからね。あ、なんか、いっぱい人がいた、思ったよりも。修行させて。うん。魔物と連続戦う。あ、なるほどね。ほい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 。一つは相手を守りに対して最適な仲間を組み合わせを考える。三人しかいませんが。うん。少ない手数で魔物を倒すこと。はい。ああ、はいはいはい。そういう感じね。あ、じゃあ、これいきますか？初回クリア。なんかいっぱいやんないといけないんだ。なるほどね。ま、一人しか。第一戦、ドラゴン一騎打ち。じゃあそういう双葉で、第二戦がグレイグとローにするか？いや、逆にするか。こっちにしよう。ドラゴンはグレイグで全身全霊切りでいきましょう。さあ、まずはドラゴン一騎打ち。ドラゴン言うてあれでしょ、弱い側のドラゴンでしょ。まあこれ踏まいけるっしょ多分。ドーン98。まず一発目だ。全身全霊切りドーン。さあ、これでもさ、回復されちゃったら困る。あ、しないな、多分大丈夫だね。回復されちゃったら困るんだけどさ、ガンガン行こうぜにしとこうかな。まあ、や命令させるとしときますか。よいしょ。とにかく、全身全霊切りでいいからね。全身全霊切り。ドゴーン。あー、痛い痛い痛い。あと2発な。フリーズブレード。まあ意味ないか。全身全霊。あ、待って、ドラゴン今、半分すら食らってなかった気がするけど、気のせいかな。ひょっとして。はい、もう一回食らったら死ぬじゃんね。今、これで半分。なるほどな。ってことは、回復はしとかないといけない。回復しましょう。回復。8ターン以内とかめっちゃむずいじゃん。あ、でもこれあと2発でいく気がするから、ドボーンといって、炎で60とかあった。あ、20、いいね。そういうバッター素晴らしい。で、これで、とどめかな、多分。
とどめだーい。オッケー。5ターンも使っちゃってますけど、でも、言うて。3体倒さんとかあんだけど、ロッテだったわ。ダメじゃん。ハッテとか、多分レベルがそもそも足りなそうだけどね。お、なんか弱そうな子たちが出たぞ。これなんだ？命令させるオッケーだね。オーガラス。私たちの、ローがこれワンチャンネビラ使えるなれば、ワンチャンこれいけるけども、使えないね。じゃあ、覇王山。覇王山ドボーン !124 止まりか。そんな強くはないね。回復無視してどんどん行っちゃったらいいかな。グランドクロスは全体でね。うおーグランドクロスドボーン、いや、強いな。強いね。70も食らうし。やばいか。攻撃力が上がる。さらに、うん、私の攻撃だね。素晴らしい。覇王山。覇王山、体力がわかんないけど、覇王山食らえドーン。ピオリム素早さが上がる。次ローが来れば、あ、ワンチャン、ワンチャンこれいけるか。うわうわだね、これ完全ね。これ倒すことすらちょっと厳しいかもしれないね。うわーい、まだわからん。イオンナッツローは死んだな。 あ、よかったよかった。ナイススライム。ルカナの歌、いいねいいねいいね。そして次私の攻撃だよね多分。ベホイ、まあまあまあ全然大丈夫。オッケーオッケー。ピオリもかかってるからちょっと怖いけど、もう力を貯めた。まあ、だ、だ、だ、オッケーオッケー。よし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 。二人は倒せる気がする。覇王山。二人はいけるでしょう。ドカーン、ドカーン。あれー。あ、でも入ったね。いいっすな、これで最後。それじゃ連携技のグランドネビュラ。いけー、とどめたーい。グランドネビュラ。はい、さっき見たばかりだけどね。まずはカメハメハからの、早いな、光の覇王山ドーン、ブシャー、ボボ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 、スキップできないんだこれね。ボボ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 ボ、300くらいか。あー倒した12手以外以内いったか。いや14手ぐらいな気がするな。でも言うてどうですか。うん、なんてでした。うん、初めてです。さらにからのからのカイザーアックス。今回は14手。あ、12手よかったよかった。あ、聖者の灰手に入った。やった、おいしいおいしい。賢者のローブは、え、あれ天罰、あ、16手以内か。あ、そうかそうか、聖者の、はい、オッケーオッケー。はい、まあいいよ、行かない行かない。じゃあどうしようかな。キャンプ行ってね、グレイグの剣作りたいね。さあキャンプですね。焚き火。さあプラス3作りたいけどいけるかな、無理かな。デーモンバスター、これをグレイグにプレゼントします。さあどうしようかな。特技3倍打ちとか意味ないもんね。4連打ちが安定では多分ね。ポンポンポン、うおー、なんかいいの来たぞ一気に。でこっちもポン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 。そう来たか。いいねいいね。で最後にこれを叩く。ちょっと手加減しとくか。手加減しといて。手加減。これで一発。ああ、完璧。これ星3じゃなくて、プラス3じゃないこれ多分。完璧な気がする。来たな。まあ、その辺持ってんだわ、私。いっちゃうんだよね、これプラス3な。ああ、余裕のよっちょんですね。待って、これさ、私が装備した方がいいかな、もしかしたら。グランドクロスじゃなくて、なんだっけ、覇王山がめちゃくちゃ強いから、それ考えたら私が装備していくかってことで、私がデーモンバスターの魅力が、ま、めっちゃ減っちゃうけどね。このプラス3を装備して、で、グレイグがプラチナソードのプラス3。こうしましょう。ね。これでだいぶ強くなるはず。さあ次どこ行くんだっけ、それで。うんうんうん。うんうんうん。うんうん、うんうんうん。ラムダに行く。うんうんうん。ソウティアナ海岸の西にはメタバチャプト。はいはい。ソウティアナ海岸に行けと。なるほどな。ソウティアナ海岸はまだ行ったことないのか。ないんだよね多分。ちょっと記憶がない。なくないか。なくないなってきっと。これどっか行くのが一番近いかわかんねえや言うて。まあいや、そのまま行っちゃう。これで馬で行きます。ソルティアナ海岸からメダチャット地方、あそこですね。ソルティコの街普通に行けるんだね今ね。なるほどね。じゃあ行っといた方がいいよね多分ね。ルーラで使えるもんね。キャンプと村には行っといた方がいい気がする。ってことで、まずはキャンピングファイヤー。さあ、そしたらソウティアナ海岸じゃなくてソウティコの町にも行っときますか。あれ、行けない？あれ
ここは通さねえぜって言われちゃった。あ、ダメなんだ。あ、はーい、はーい、わかりました。カジノやりたかったな。お、どうぞ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 。この先に進むのは気をつけんな。うん、はい。落ちた大蛇から距離が近いこともあって二時間ない。あー、そうなんだ。その辺不気味な格好の人たちがゾウゾウと行進する。何その、変な宗教始まっとるが、誰だ、誰がやってんだ。宗教を立ち上げられそうな人、マウチナぐらいでしかいない今日ね。マウチナがなんか変な宗教立ち上げちゃったか。セクシー宗教。さあ、メダチャット地方ですね。メダル女学院。ん、なんか私どこに行くんだっけか。メダチャ、あれどこ行くんだっけ。メダチャホでいいのか。あ、近くに、あ、はい、行ってないとこ行けって言われた。じゃあメダチャットメダル女学院行ってプチャラを行けばいいのかな。さあ、メダル女学院までねやってきましたが、なんか別に特に合う的な感じはないのかな。燃えてる？燃えてないよね。ちょどんな感じ。よこす旅の方疲れてんな。うん、めっちゃ疲れてるね。なんか、え、気のせい、疲れてない？疲れてそうなんだけど。チースチース、肌のお花とても綺麗でしょ。あれ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 、これ別に特に何もない感じかもしれない気がしてきたぞ。これメダル女学院ではなさそうな感じ。うわ、めっちゃ元気じゃないですか、ちょっと。私も走る。メダジョ、メダジョ。いや、でもこれ、中に入った方がいい。楽しそうだな。ここにしましょう。それ、それ。何してんの？うん。うんうん。あ、筋トレしてるんだ。なるほどね。おう、頑張ってんじゃん。レディーマーシブ様に憧れ。おうおうおう。なるほどね。世間リーの卵たるもの、どんな困難にも立ち向かい。お、頑張って、頑張って。おう。私たちは世間リーディー部、世界一の世間リーになるために、メダルはどうなったの？メダルは別に敵、そんな、メダルはもう禁止のハート的な感じ？転入生で私。ね。うん。あ、はい、わかりました。ピキー、あちき、悪いスライムじゃないわ。なるほどね。銀色のスライムみたいになりたいと言ってた今、気のせいかな。あ、クエストがある。うん、うん、うん。はい、はい、はい。はい、はい。え？うん。そっか。え、まあ、普通、え、まあ、ごめんなさい、なんか。ね。うん。目が、あ、はい、はい、はい。トレビアン衣装の衣装ももらえると、え、これ何、ど、何をすればいいの。うん、魅力を向上させる。いくつまで上げればいいんですか、魅力。うん、魅力的な紳士、生活指導を引き受けました。いくつまで上げればいいんですか。うん、教えて。ちょっとダメ、そっか。ちょっとじゃあ、ちょっとコーディネートはコーディネートってやってみますか。それじゃあね、まずはプラチナソードにすることで魅力が40上がります。そして風の帽子をつけることでこれ160まで上がりますね。そしておしゃれなスーツで195まで上がって、金の指輪で207まで上げて、最後におしゃれなベルトで213ですね。さあ、どうだい、これで魅力上げたぞ。うん、どうだどうだ。あ、ダメか。はーい、まあ、ちょっと厳しそうだね。もしかしてみんな全員あげないといけないとか、そんなこともあるのかな。そんなことないよね、多分ね。そしてなんかイベントが起きてないから、多分これないよね。基本クエストしかなさそうな感じがしてきた。シク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 。うん、香水。はい、わかりました。はーい、はーい、はーい、はーい。まあ、多分やらないと思います。ピンクのやつもないもんね。ここだってメダルだもんね。あ、じゃあちょっと、今貯めたやつ全部ちょっとあげますかね。スタンプください。ポンポンポン。あ、そんだけ？